皆さんこんばんは。 UI チャンネルの時間がやってまいりました。今回は363回目の UI チャンネルでございます。お相手をしていただく方は元外務省東郷和彦さんでございます。現在は京都産業大学の客員教授をなさっておられますが、この外務省におられて、条約局長そしてオア局長を経て、オランダ大使をなさって、その後はこれはあれですか、オランダに行かれてですね、そこでまた博士号も取っておられるということでもございますが、実は、縁がございましてですね、私は学習院の初等科中等科を卒業したわけでありますが、その頃私どもの学年の2年先輩にとてつもない頭のいい兄弟がいる、しかもそれは、双子であるということで、それが東郷兄弟であったわけでございまして、いつもこの試験の成績っていうのは中等科で出ますよね。ああ、そうでしたかね。にもう1、2を必ず東郷兄弟が取っておられるというような状況でございまして、その大変ある意味で私から見て子供の頃から尊敬を申し上げていた、東郷和彦さんにこのようにお出ましをいただいて、UI チャンネルでお話ができるということは、私にとっても大変光栄でございまして。先生、過分なお言葉でありまして。申し訳ありません。私は、もうこれは言うなと言われましたけども、本当は順調に外務省にお勤めだったら、次官候補だってことは間違いないなと思っておりますが、まあ、それは、私が勝手に申し上げたんで、お許しをいただきたいと思います。さて、今日、実は東郷さんは、ロシアに関して大変お詳しい、北方領土問題などをどうやったら解決するかというようなことも常に考えて、おられる、いろいろと書いておられる方でございますが、それだけではなくて、今日は国際関係の中での日本の立ち位置がどうあるべきか、特に、現在米中が大変に厳しい状況である、また米ロも厳しいですよね。そういう中で日本はどう進むべきなのか、新しく安倍首相に代わって菅新政権が誕生いたしました。菅さんにとっては大変難しい課題だと思っておりますけれども、どのような振る舞いをするべきかというようなこともぜひ、菅総理に聞こえるようにお話をいただければ大変ありがたいと思っております。さて、実は最初にお話を伺いたいのはアメリカの大統領選挙でございまして、このアメリカの大統領選挙の後世界情勢はどうなるのかと、特に米中関係がどうなるのかというようなところから紐解いていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうも今日はご招待いただきまして本当にありがとうございました。過分なお言葉を過分じゃないです、まだ言い足りないと思いますけど。で、今の、大統領選挙の後の米中関係ですけれども、私、米中関係というのは構造的に難しくなってきちゃってると。ですから、まあ、トランプが勝つか、それともバイデンが勝つかという問題あるんですけども、どちらが勝つにせよですね、米中関係はこれからすごく厳しい状況に入るだろうという。構造的というのはどういうことなんでしょうか。構造的という意味はですね、まあ、今コロナが出てからすごい関係悪くなってるじゃないの、雰囲気が。だけど、それ以前、コロナが出てくる前の時代、から、もう対立せざるを得ないところに、アメリカと中国が追い詰められてきてるように思うんですね。で、それちょっと数点申し上げたいと思うんですけども、まずオバマ時代ですね。まあ、冷戦が終わってからオバマ時代までの間に、その根っこ、難しさの根っこができちゃった。それで、今度そのトランプの時代にそれがまあ固定化するぐらい悪くなっちゃった。だから二段構えでちょっと考えた方がいいと思うんですね。で、オバマ時代どうしてそんな風になっちゃったかというと、1989年に冷戦が終わりましたですね。その時アメリカ一人勝ちだった。
ところがその後、2001年の、イスラムから、殴り込みがかかったですね、アメリカに。うん、あ、そうですね。2001年の 9.11。それからその後、今度は2008年に、うん、リーマンショックというので、アメリカの経済がおかしくなっちゃった。うん、でアメリカは外と内からボンボンとやられて、ぐっと力が落ちちゃった、うんうん。で、ちょうどその2008年にオバマが出てきたわけです。あ、そうですね。それで8年間大統領をやりました。うん、はい。で最初の、まあ、オバマ出てきた時いろいろ期待があって、うん、僕らもすごくいいなと思ってたんですけども、ああ、 そうですね、うん、そのオバマの第2期の時に、うんうん、中国で習近平が出てきたわけです。はい、そうですね。2012年ですね。に、まあ、党大会が出てきて、うん、それで、うん、ここでその最初の、習近平の第1期ですね。うん、の時に、うん、中華民族の偉大な復興ということを言い出したわけですね。うん、中華民族の偉大な復興、うん、要するに中国はこれからうわーっと表に出るんだぞという、うんうん、精神論ですけども、うん、多分中国人の胸に響く、うんうん、それから2013年、その2年経ったところで、うん、一帯一路構想というのを打ち出した、はい、そうですね。でこれはまあ一言で言えばユーラシア大陸、はい、うん、これを中国の影響圏に収めるぞっていう大宣言、うん、で お金とかいろんな方法を使って動かし始めた、うんうん、それから2015年に、中国製造2025っていう、うんうん、中国製造2025っていうプロジェクト、うんうんうん、でこれは、まあ、科学技術を抑えるところが世界を収めると、うんうん、だから中国の科学技術のあらゆる分野をこれから発展させるんだって、簡単に言えばですね。ですから今の習近平政権の骨格は全部ここで出てきた、うんうんうん、でこの第二政権の時のオバマの対応の仕方がやっぱり甘かったんだと思うんですね、うんうん、それでそこでトランプが2017年に大統領になって、それでアメリカファーストと、で最初僕たちも何アメリカファーストって何とちょっと思ってたわけですけども、ところがだんだんとにかくアメリカが負けないと、うん、いうことだっていうのは一つ分かってきたわけですね。うんうん、そうすると、うん、そういう強く、あらゆる面で中国が強くなるということを打ち出している中国に対して、アメリカも負けないぞという政策をトランプが取り始めた。うんうん、で、まあ、具体的にはそれは例えばペンス副大統領の2018年の、ハドソン研究所の演説とかそういうところでそういうことを言い出したわけですけれども、うん、でそこでですね、米中の骨格としてじゃあ何があるかといったときに、うん、一つはさっき申し上げた、うん、ユーラシア大陸をどっちが取るかっていう影響力の、これはどっちかというと地政学的な分かりやすいですね、うんうん、ところが戦争の性質が全く変わってきたというのはこの頃はっきりしてきたと思うんですね、うんうん、これはデジタルというのが出てきたことによって、うん、まあ、従来の戦争というのは陸軍があって、うん、海軍があって空軍があると、うん、まあ、そこで止まってたのが、米中の戦争は陸軍はあまり関係ないですから、うん、そこで海軍があって、うん、それからその空軍があって、うん、でその空軍の上にですね、宇宙、うん、宇宙って今まで全然戦争の対象ではなかった宇宙があって、それからその上にもっと厄介なサイバーです。見えない、うん、目に見えない、この、うん、4つを収める、総合的に収めるところが勝つという、うん、この新しい戦争の形態というのははっきりしてきて、うんうんうん、で厄介なのはですね、ここ全体を収めるのは科学技術ですよね、科学技術、うんうん、でその科学技術のどっちが、その 米中のどっちがね、うんうん、それリードするかって分からない、うん、だけどアメリカは中国に負けることだけは絶対嫌だと、うん、で中国の方はこれ厄介なことにですね、うん、その習近平の第2期の政権が始まった時に、うん、ちょっとねなかなかその名前覚えきれないですけれども、うん、不況、民主、文明、和解、美麗の社会主義、現代化強国と先生ご案内の、うん、こういうのをボンと打ち出したわけですね、うんうん、でもこれ
あの、すごく大事な演説だと思ったんですけども、何言ってるかっていうと、2049年、うん、これはあの、1949年に中国が、共産党が中国を支配したからちょうど100年ですよ、うん。2049年には自分たちはアメリカを追い越すんだと。うんうん、何をもって追い越すんですかね。総合的国力ですね。うん、で、中んづく今の、あの、うん、今言った4つの全く新しいその経済だけでなく軍事力ですね、ええ、でやっぱり、うん、あの国の主導者は最終的にはその、うん、あの自分の国の安全保障と力っていうことを考えますので、うん、総理もそうだったと思うんですけども、うん、考えますので、その総合力でもって自分たちはアメリカを追い越すんだという、うん、まあ宣言をして、それ習近平が自分がそれをやるんだということで、うん、まあ人気のない指導者になってしまったという、うん、今申し上げたことは全部構造的なことだと思うんですね、うんうん、そこでその後な実はあのコロナが出てきて、うん、それでまあ、 あの目のこと言ってアメリカコロナ本当に失敗ですよね、うん、失敗しました、ね、失敗した。それで今世界 の、 あのコロナがどん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 まだ増えてるんですけど、うん、あの感染者の数も、うん、それからあの死者の数もちょうど 20% がアメリカですよね。うん、ああ、そうですか、ね。いや、今朝ですね、数字をちょっと見てきたんですけど、うん、まあ、あの、とにかく、感染者で言って、20.76%、うん、それから死者で言ってですね、19.96%、うん、ちょうど 20%、これ、ジョン・ホップキンス大学の統計を見て、うんうんね、うん、それで中国はどうかっていうと、これもう圧倒的に少ないわけです。少ないですよね。それちなみに中国の次の、 あの感染者の国は、ね、次のところにいるのは日本なんですね。それで日本は少しずつ増えてる。でも中国はもうほとんど止まってます、ね、うんうん。ということで、まあ、アメリカ完全にその、もうしかもアメリカどんどん増えてますからね。うんうん、それで、だから私一つわからないのはね、うん、その、ほっとけばですね、うん、もちろん中国最初すごく問題があったかもしれません。うんうん、だけど、ほとんど数変わってませんから。あのほっとけば世界はやっぱり中国のやり方すごいなと、うんうん、思うじゃないですか。そうですね、ところがその時に中国はあの、うん、彼らの言うところの、 あの核心利益ですね、うん、それはあの香港から始まって台湾、うん、それから、北東、うん、東アジア、それから、うん、南アジア、それからインド等、そういうところ、うん、ところで自分たちのこう 今までこうやれなかったことをうわーっと始めたわけですね、うんうん、やっぱりそのコロナ時代の半年そういうのあったと思うんですね、うん、でアメリカはその中で許さないと言ってポンペオが出てきてですね、うん、まあ、すごい中国バッシングをやって、うん、だから今いやおうもなく緊張は増してると思うんですけど、うんうん、この点はですね、うん、私あの今度あの大統領選挙があの終わったところで少しお互いにカームダウンする、静かになる可能性はあると思うんです。しかしこれはあのコロナとそれから大統領選挙を前にした状況のちょっと特殊状況なんで、根っこのところは今 の、 あの雰囲気の悪さとは関係のない構造的なものがあるんで、だからその中で日本外交をどうしたらいいかっていうのは本当に難しい。そこでね、ちょっとお伺いしたいのは、中国はしかしこの例えば2049年に世界の最大の力のある国になる、あれ経済的にも軍事的にも力のある国になると言っても、だからといってアメリカと戦争したいなんてことは全く考えてないわけですよね。いや、でも そういうあの、まあ、それはどっかでまたどこでもないリーダーが出てくればわからないかもしれませんが、うん、今の習近平政権の中で少なくともこの私は何度も会って聞いてる話では、周辺諸国とはとにかく 仲のいい関係を作りたいんだというようなことを盛んにおっしゃってるわけですよね。まあ、それは米中が悪くなれば悪くなるほど周辺諸国と仲良くやりたいということなのかもしれませんけども、でもこの戦争をやってしまったら、そのお互いにこの大変な被害を被って、まあ裁判もそうかもしれませんが、その国自体が滅亡の危機になっていくというような話じゃないですか。ですから、もう大きな戦争というものは少なくともできない。この小さなですね、この地域紛争というものはあり得るのかもしれませんけれども、巨大な二国が戦うということはあり得ない
と私は理解してるんですけど、それにもかかわらず、なぜアメリカは そこまで中国に対抗心を燃やさなければいけないんですか。いや、また、まあ、ちょっと私とですね、それから、総理とですね、少し考えが違う部分があるかもしれないんですが、しかしその歴史を遡りますとね、まあ、よく言われるのはギリシャのペロポネス戦争ですよね。ペロポネス戦争。それで、つまり、本当に戦争をするつもりがなくてもですね、その、新しい勢力が出てきて、古い勢力が、その新しい勢力に満足していないと、力関係がこの、なんか対立するわけですね。で、その力関係が対立することによって、どこかで戦争が始まってしまうと。始まったきっかけは非常に小さなことなんですね。だけども戦争が始まってしまうと。で、僕も人間が歴史を学んでですね、もっと賢くなってくれればいいと思うんですけれども、賢くないか。賢くないんです、人間は。賢くない部分が残ってると。なんで賢くならないんだろうなと思うんですけどね。そんな当たり前のことがなんでリードができない。いや、そこはですね、実に人間というものは、学びが薄い存在でありまして。人種ですよね。で、結局アメリカは明らかに今のリーダーですよね。中国がそれを追い上げてきてるリーダー。で、そうすると、追い上げられる方は、追い上げた方が、いつか自分を取って代わるんじゃないかっていう恐怖ですよね。取って代わるって言って、別にその国力が、向こうの方が上になると。上になってるだけの話でしょ？いや、だからそこはですね。ね、そこは取って代わられる方は、それほどですね、なんていうか、こう、心広くないんですよ。そうかもしれない。ただ、今でも購買力陛下から言うと、もう中国の方が。だから、ですから、もう経済力によく、も面でも、それから今言った軍事力の面でも、しかも軍事力っていうのは、全く新しい軍事体系ですよね。もう中国に負けてるかもしれないという恐怖ですよね。で、それは追い上げられる方から見ると。結局恐怖心ですかね。恐怖だと思いますね。そうすると、負けないように頑張ろうと思うんです。思って。で、その結果、今、まさにおっしゃられたちっちゃなことですよね。ちっちゃなことだよね。ちっちゃなことが、しかし、ものすごく危険だと思うんです。ちっちゃなことが一つ始まると、それが拡大していって、しかも、サイバーなんていうですね、今までサイバーを使った戦争も誰も想像できない、でもあれは本当に目に見えない、ま、その なんていうか空間の中の電磁波を一つ飛ばすことによって、右に打ってた球がですね、左に飛ぶかもしれないんです。そうですよね。自分に跳ね返ってくるかもしれないですよね。そうなんです、ですからやっぱりそれが一体どういうもので、どういうふうにすればどうなるかっていうことがはっきり分かるまでは、お互いの、恐怖心がせめぎ合って、世界は非常に緊張含みで進まざるを得ない、じゃないかと私は思うんですね。ですから言葉っていうのをどこまで信用するかっていうのはあると思うんですけれども、少なくとも中国は、習近平主席は私どもとの会合の中で、この我々は外から、攻められたらそれに対しては徹底的に戦う。それは万里の長城を見てくれと。これは決して外に向けて戦うための手段ではないと。やられた時に我々としてはそれは徹底的に守る。しかし、漢民族の DNA としては決して他国に対して侵略するというものは持っていないんだということをはっきり言ってるわけですよね。でもそういうような発想っていうのはアメリカにはないような気がするんですよね。アメリカはですね、その1989年の冷戦が終わった時に、世界全部をあらゆる側面によってナンバーワンでした。ナンバーワンですよね。だからそこで非常にコンフォータブルだったわけですよね。だからそのままで世の中が動けば、アメリカはまあ別に それ以上に世界に出てこうと。まあ、ナンバーワンだったわけです。その後でも失敗していったわけですよね。ところがダブルパンチを食らってどんどんこう弱くなって。ダブルパンチっていうのは、ダブルパンチが加えられるようなことをしたからですよね。いわゆる民主化と称して、いろいろと、いろんな国に入っていったわけじゃないですか。
まあまあ、ね、ですからそれでイスラムとの関係を、ね、悪くしたんですよね、まずったわけですよね、あれだけの反撃を食らった、確かにそういう面がある、だからその点はアメリカは僕は反省すべき点はあると思うんですね、なんだけど やられたら叩き返すで、9.11 の後に、全くその意味で反省しない、そういうイスラムとの対決心だけが表に出てしまって、しかもその後来たのはウォールストリートですから、これはその自分の国の経済のやり方を失敗したということなんで、アメリカがだから反省する点がないとは思わないんですけども、しかし現状大国が追い上げられた大国のもとで、大変だという状況は、私はその続くんじゃないかなと思うんで、日本はどうするかっていうことをよっぽど考えなくちゃ。じゃあそこで日本がどうするかをよっぽど考えなきゃいけないというところに移りたいと思うんですけれども、この私は理想論を言えばですよ、このアメリカとの同盟関係は当然維持をされるべきだと思いますけれども、しかし安倍政権のようにあまりにも対米に偏りすぎている、いわゆる従属的な状況になっていることは、必ずしも日本国としての独立というものを妨げてしまっているんだろうと思ってて、もっと自立する日本にしていくためには、このアメリカだけではなくて中国ともいかにもっとうまく付き合うかというか仲良くしていけるかという方向に、舵をそれなりに切って、例えば、これを言うと加藤浩一先生が怒られた時もあるんですけども、日本を頂点として米国と中国との間で二等辺三角形のような距離感を作っていくように、あまりにも今がいびつだからですね、努力をしなければいけないんではないかと思うんですけれども、今の大変難しい立ち位置だと思うんですが、どうすれば、それで日本がこの米中がより悪化していく状況の中で、日本の役割っていうのはどこにあると思われますか？私の基本論はですね、やっぱり戦後の外交を作っていくにあたって、アメリカとの関係、自衛隊とアメリカとの、同盟関係ですね、これがやっぱり日本の、安全保障にとっては、代替できない重みがそこはあると思うんですね。米軍と自衛隊、自衛隊と米軍とのより進化させる、その一緒です。つまり自衛隊のない、自衛隊が全然その活動しないということは、これはありえないんで、日本は自衛隊をちゃんと持った上で日米同盟を結ぶと、これが戦後の少しずつこう作ってきた安全保障の根幹だと思うんですね。じゃあ他方中国は何かというと、これは日本の隣国ですね。それで非常に長い歴史的な背景があって、昔からずっと付き合ってる国ですよ。そうですね。それで長い歴史の中で、やっぱり見るべき時代は江戸時代だったと思うんですね。なるほど。つまり なぜ江戸時代で260年の平和を国内で保って、鎖国的な、もちろん鎖国をしたんですけれども、鎖国をしたと言いつつ、日本は実際問題重要なところにはみんな、ドアを開いて、で中国、広い意味での中国文化圏の中に明らかにいたわけですね。中国文化圏から出たわけじゃないの、しかし中国とも戦争もしないで、一定の平和関係を保つことができた、だから中国との距離感が非常にうまく取ったのが、260年の江戸時代で、ところが、そこで国を開いて、日本は欧米を先生として、軍事力を作るというところから、ほぼ100年、ほとんど戦争をしない時期がないぐらいの戦争でもって力を拡大して、失敗したんですね。その間、中国は日本が失敗した時に今の共産党が2049年に国を統一して、で今わーっと強くなってきたと、という隣国としての長い歴史があるわけで、
江戸時代のことも念頭に置きながら、やっぱり中国とは共存していかざるを得ないんだと思うんですよ。でそれは単に経済力が大きいってことだけじゃなくて、その間歴史が始まってからその江戸時代、それからその後に起きたいろんなことを考えると、隣国中国というのは大事にしなくちゃいけない相手だと、と思うんですね。そこで今のこの世界情勢の中で、そのアメリカに取って代わろうとしてきてる大国中国と、しかし何らかの形で共存していく、これどうしたらいいかってことは本当に難しいですね。それで僕は安倍総理時代は、まあそこは総理とちょっと私の意見と違うかもしれないんですけども、アメリカとの関係をすごく安倍総理はうまくやられたと思うんですけど、同時に中国との関係もなかなかうまくそのやられて、それでそれがまあ転機は2017年の一帯一路ですね。一帯一路について日本も関心はあるというメッセージを出したところから、日中の対話っていうのはものすごい勢いで進み始めて、でその後はそうですよね。それまでは中国協力って盛んに言ってましたよ。対話がね、うまくいってなかったんで、でも一帯一路で切り替えて、それで2018年にはもう、李克強の、訪日と、それから安倍総理の訪問があって、それで2019年、G20 で、習近平が来て、コロナなかりせば、今年の4月に習近平の、というところまで対話を、中国との対話も、アメリカを、怒らせずにやってきたっていうのは、これは僕はなかなかのものじゃないかと思ってるんですが、しかし今はですね、さっき申し上げたように総選挙後もっと難しくなりますから、だからこのバランス感覚でやっていくってことは大変難しいことになると思うんですね。ですから菅総理は頑張っていただきたいと思うだけなんですが、でもこの面に関して私のその先生がいるとすると、エズラ・ボーゲルっていう若い方ご存知かどうかちょっとあれなんですけども、エズラ・ボーゲルっていうのはあと「ジャパンズ・ナンバーワン」っていう本を書いて、これは日本の経済力がピークに達してた頃ですね。それで僕らの世代はみんな知ってる。でその後彼は中国の勉強を始めて、鄧小平に関する有名な伝記を書いて、人生の前半は日本、後半は中国、で最近日中関係してっていう、これ日本と中国が自分の人生の前半と後半をかけた、この2つの国が仲良くしてほしい、言ってほしいということで書いた、ちょっと胸を打つ本です。それで私は前からいろんなところでちょっと関係があって、京都産業大学におりました時に、エズラ・ボーゲルも何回か、来られて、それで最後に去年の11月に来た時に半日いろんな話をしたんですけれども、その時に彼がしみじみ言ってたのはですね、やっぱりアメリカも中国もいろんなことを言ってるし、日本もいろいろなことを言うんだけども、自分の国が 100% の正義があると。いうふうに思わない方がいいんじゃないかと。で、どの国も、やっぱり、英語で言う、スケルトン・イン・ザ・カバット、要するに、自分の、お尻の中には、骸骨があると。やっぱり、すねに傷があると。どの国もですね。だから、ある種の謙虚さを持って、それ、相手に物が言うときも、ある種の謙虚さを持って発言をすることによって、相手をこちらに引き込んでいくと。だから力の問題あるんだけども、やっぱり対話が重要なんだと。で、日本はそういう形での対話を中国とやることをね、実はアメリカ人の一部の人たちは非常に期待してるし、それから中んずく ASEAN とか、中国の周りで中国があまりにも大きくて強いので、中国と喧嘩してほしくないと思っている一部の国も、そういう形での対話をね、日本やってくれるといいんじゃないかなというふうに言って、だからなんとか、しかし、これは、言うは安く、行うは固いんで、でも僕のなんていうか、気持ちを言えば、私の気持ちを言えば、そんなところなんですね。今、歴史的なところから日中関係のお話されましたけれども、その日本が国を開いて、富国強兵に行って失敗をしたと。その後、この小渕政権の時には富国有徳という言葉を使われたんですよね。国を富ますことは大事だけども、それによってまた強くなるということを望むんではなくて、むしろ徳のある国になるべきだと。
で私はこの小さな日本としてはそういう徳のある国だということを世界の皆さん方に知らせるような国になって、そうなると日本と、失礼、日本が仲介の路を取ってですね、アメリカと中国の中でしっかりとした3カ国の対話、例えば日米中の対話みたいなものを、対話と言わないんだな、会議をこれを恒常的なものにするというようなことなんか提案できないんですかね。今のあれだとそういうこと言ってもふふって笑われて終わりなんです。いやいやいや、そういうことは決してないし、今おっしゃられた富国有徳というのは、私も本当にいろんなご縁がありました。大体大賛成なんですけれども、それから結局日本は、じゃあこれから世界の中にね、何を日本の、特質として打って出るかっていった時に、やっぱり軍事力ではないですよね。最低限の軍事力は持たなくちゃいけないし、それをこう、ちゃんと、日本を守るためにも、それから、バランスオフパワーですから、力の均衡を作るためにも貢献しなくちゃいけないけど、軍事力でもって日本が世界の中心になっていくということは明らかにない。それから経済力もしかし日本のピークの経済力っていうのは、やっぱり昭和の時代で終わって、平成の時代になってから経済力がこう、ある種の下降線を取ってるわけで、経済力を少しずつでも拡大していく、GDP を少しずつでも増やしていくってことは必要だと思いますけれども、経済力でもって世界を引っ張っていく国でもない。そうすると最後に残るものは何かというと、やはり今先生がおっしゃられた徳というか、日本の生き様、あるいは私はそれは一種の美、美しさ、美しい国というのには私ぴったり来るんですけども。美しい国って安倍さんもおっしゃったね。いや、安倍総理おっしゃいましたけど、安倍総理だけではありません。他にも言ってる人はたくさん。はい。安倍、でもその点は僕はすごく、あの点はいい点だと思うんですけども。で、まあ、いずれにせよですね、そういうふうに日本は国を作っていく中で、日本の考えを、アメリカに対しても中国に対しても伝えていくと。で、その中身は、今申し上げた点を、確認していくということはいいと思うんですけども、でもアメリカと中国は今、とにかくすごい緊張関係にあるわけですから。だから、その両方にちゃんと聞かせるためには、やっぱり相手の立場、アメリカはアメリカの立場、中国は中国の立場っていうものを理解した上で、それに分かるようなメッセージを出すと。いうそのきめ細かい対応は必要だと思うんですね。この日本にとって大統領選挙はバイデンになった方がいいのか、それともトランプのままの方がいいのか、どうも中国はトランプを望んでるんですかね。いや僕は そこはわからないですけどよくわかりません。トランプにはトランプのなんていうか、特質があり、バイデンにはバイデンの特質がありますね。で、トランプの特質は何かというと、結局、アメリカファーストというのを非常にはっきりしてるわけですね。ただ、アメリカファーストということの結果、何をやるかというところがですね、なかなかはっきりしない。プレディクタブルじゃないんですね。だから、そのプレディクタブルじゃないトランプを相手に交渉した方が、交渉相手としてはやりやすいと、いうことかもしれないんです。それで、つまり、彼がその時点で、こういうふうに動けば満足するであろうというところをつかめばね、つかめばですよ、プレディクタブルじゃないだけにですね、御しやすいと思うかもしれない。つかめばそうですけど。つかまないとですね、右往左往するということになりますね。で、バイデンの方が、もう少し民主党が従来持っている、価値観というか、例えば人権なんかに関しては、民主党の方が厳しいですよ。厳しいですね。だから、その人権に対してこういうことをやらなかったら、ちゃんと、もう、きちっと、対応するという点はもっと厳しく出てくるかもしれないんですね。そうすると、習近平にしても、これやりにくいと思うかもしれない。しかし、プレディクタブルですから。だから、ここまで、譲れば、そうすると、対応で、話がつくと思うかもしれませんですね。ですから、ちょっと私もどちらが、誰にとって有利か、即断できません。なるほど。どうも安倍首相よりも、
菅首相の方が、多分外交はあまりお得意ではなさそうだと。だから、だとすると外務省の出番が相当出てくるだろうと。と外務省のシナリオ通りに菅さんは動いてくださる可能性が高いんじゃないかと。バイデンの方がプレディクトブルだとすると、うん、ある意味で、この下準備をですね、外務省と国務省の間でこううまく根をとやれば、うまく、例えば日米などはうまくやれる可能性もあるんではないかというような気もしますけどね。菅総理に失礼に当たらないと思いますけれども、やはり菅総理が、7年8ヶ月、官房長官として、ある意味で陣頭指揮を取ってこられたのは、日本の国内政治。国内ですよね。それで、外交に関してはしかし、官房長官として、一番のポイントはずっとブリーフされておられるし、ですからそのある程度の理解を持っておられるのは疑いがないと思うんですけども、陣頭指揮を取ってこられた分野ではないだろうと思うんで、ですから今政権を取られて、これから、私、いろいろ、いろんな閣僚の夫人とか見てみると、やっぱり菅総理という方は、それから政権を取った時のいろんな、自民党内の力関係、についていろいろ諸説マスコミに出ていると思うんですけど、そういうのを読ませていただいていると、やっぱり相当の覚悟を持って、これからもう しばらくの間、つまり一回は総選挙をやって、それで総選挙をやると4年、任期ができるわけですから、だから少なくともですね、4、5年はきちっとやるという覚悟を持って出てこられたように思うんですね。外から見てて。で、そうすると、まずは、今までやって、中心になっておられた国内、それから何といってもコロナと経済の両立という、もう大変な課題を抱えておられます。そういうところが中心になって、で、その間、徐々にですね、外交についての、経験を積んでいかれると。で、その経験を積んでいかれる、アドバイザーというか、としては、やっぱり外務省、外務省の力が今、強くなっているように思いますですね。強くなっているという意味は、私も前外務省にいましたので、外務省の役人だったらこういうシナリオを書くだろうなと。例えば、外国の首脳とどういう順番で電話をするか、するとか、それから今度10月に、中国の外務大臣と、それからアメリカの外務大臣、日本に、アメリカも来ましたけど、中国の外務大臣も呼び入れるというような、そういう、ある種のバランス感覚ですね。というのは非常に私が理解すると、この外務省的なんですね。ですから、しばらくはそういう、アドバイスを受けながら、しかし、いずれですね、外交について、これが菅外交だと。いうようなものも、あるいはもうすでにそれが始まっているかもしれません。わかりません。でも、それはそういうふうに、なっていきたいというふうに思っておられるんじゃないかなと、拝察するわけですけど。徐々に学ばれるということだなのかもしれませんけれども、この間、菅首相は、習近平主席とも電話ですか、会談をされましたよね。その時に私はやってほしかったのは、この習近平主席の国賓としての来日の要請をされたらいいのになぁと、それはコロナがあるから今すぐではないとしても、コロナが終わった暁にでもぜひおいでいただきたいというようなメッセージが出るかと思ったら、その辺はなかったようですよね。で、この習近平主席としても来日を私は期待していると思うんですけれども、その辺がどうも、もし、この日中関係を良くしたいという気持ちがあるならば、一番のテーマはこの習主席の来日ではないかと思うんですが、その話が出なかったのは、やっぱりこれも外務省ですかね。いや、わかりませんけども、今の段階でね、今の段階でだから、外交で非常に重要なことは一つ一歩一歩ですよね。なるほど。一歩一歩。だから固めていくということで、その意味では、その日米同盟、それからその手堅いところで、今、フィオップって言ってる、
自由で開かれたアジア太平洋ですね、フリーエンドオープン、うんうん、アジアパシフィックとか、そういうところ、それから、今度総理が最初に訪問されると言われているインドネシアとベトナム、そういうまあ、ASEAN ですね、うん、その辺の ところから手がけていかれるというのは、まあ、手堅いと僕も思います、うん、ただその間中国を忘れてるというわけでは決してないという意味で、今度 の中国の外務大臣の訪日というのは非常に重要ですし、うん、その中でですね、うん、習近平の訪日外に言うかどうかは別として、そこの中で話さないっていうことは逆にまあ普通で言うと考えにくいですよね、はい、ですよね。でただ外に発表するかどうかはこれは分かりませんよ、うんうんうん、分かりませんか、ね、だからまあ私はその点はそんなには気にならなかったんですけども、ね、でも今のお話の中の自由で開かれたインド太平洋という構想は、中国に対する距離を持った人たちで、まあこう同盟関係ではないですけども、そういう協力しようっていう、そういう発想に見えるんですけども、そういう部分がなきにしもあらずでしょ。でもいやだから その、うん、なきにしもあらずというと、まあまあまあなきにしもあらずかなと思うんですけど、でも中国と敵対的な構想としてぶつけようという趣旨でもないと思ってるんですね。ですからその一帯一路というですね、ユーラシア大陸を自分たちの影響圏で収めようというまあ大変な構想を中国が進めているわけで、ですからそれと敵対的ではないにしても、少なくともまあコンパティブルないし競合的っていうか、そういう自分たちの構想というものを進めていくと、それでまあ両方現地の国がその両方のいい点の中でねを選べるような、そういうこちらの戦略を考えようとするから、うん、するところからこれが出てきたと思うんですけどね。ただ私その、ちょっとですね、今のまあ周辺を固めていくというアプローチ反対じゃないんですけれども、日本外交としてすごく抜けてる点が一つあると思ってまして、それはさっき申し上げたように中国とね、それからアメリカとどう付き合うかっていうのは、最も難しいし、最も重要な問題だと私も思うんですね。ところが、それをやったときに、両方と、なんとか、こう、そのバランス、いい意味でのバランスを取って付き合うと思ったときに、日本外交にとって、次に最も重要なことはですね、日本外交の主な、活動場っていうのはどこかっていうと、これ北東アジアなんですね。そうですね。で、今話をしている話はみんなもっとその一つ外の話なんです、ね、その一番中の話で、日本と、ちゃんと話のできる、信頼関係を持てる、提携国を作っていくと、ここのところは抜けてるんですね。そこが僕は2番目に考えなくちゃいけない話だと思う。そこの話にじゃあ移りたいと思うんですけど、北東アジアの中で、やはり一番日本がまあ歴史的にも、付き合ってきてたのは韓国ですよね。そうです、はい、朝鮮半島、特に韓国、はい、北朝鮮も、まあ、その一つかも、もう一つ大事ですけども、はい、韓国ですよね。その韓国との間が今、戦後最悪と言っていいぐらいひどい状況になっていると。それと、あと、徴用工の問題もありますけれども、はいはい、それが一つと、はい、もう一つは、これは、もう、東郷さんのお得意のロシアですね。はい、ロシアとは、それなりに、いい方向に安倍さん、安倍総理の時に進んできたように思うんですけど、はい、でも、はい、1ミリもというか、北方領土問題に関しては、結果として結論は出なかったんですよね。で、この2つ、特にロシアは、この米ロ関係もひどくなってますよね、今ね、はいはいはい。米ロ関係も相当悪くなっていく中で、日本がどういうスタンスで、じゃあ、領土問題の解決を目指すのかと、この二つが北東アジアの中で、まあ、ロシアは北東アジアっていうのはちょっと違うかもしれませんが、その二つの国が、やはり日本にとって非常に大きな、この米中に匹敵するぐらい重要な国になっていくんじゃないんでしょうか。まあ、まあ、あえて申し上げればですね、米中に匹敵するということではなくて、やっぱり米中とどうするかということが、まあ、まずはあるんですけども、米中と両方とそれなりに
のきちっとやっていくためには、うん、日本は日本の外交力を高めるためには、うん、友達が不可欠だと、うん、信頼できる友達が不可欠だ、ね、その友達候補として、うん、その北東アジアで存在するのはどこかというと、うん、これはやっぱり韓国とロシアしかないと思うんですよね、うん、ベトナムとかタイとか、それは一つ外に、つまり北東アジアです。北東じゃないからね。北東アジア、北東、そうそうそう、北東じゃないんですよ。じゃないか。そうそうなの。だからその、うん、その次に東南アジアが来て、うん、それから豪州、インドが来ると、うん、いうことなんで、うん、やっぱり北東アジアを固めるっていうことが日本の大戦略の中で私は非常に重要だと思う。うんうん、で、そう。まあ、まずその中での ロシアですけれども、うんうん、ロシア、あのロシアは、うん、やっぱり安倍総理が辞めた時に自分は3つ、うん、できないことがあったということを言っておられますけど、うんうん、私がそれを聞いててですね、うん、本当に心が残って、うん、悔やまれているのがロシア だったんじゃないかなと、うんうん、あれ聞いてって 思ったんですね、うん、でそれだけやっぱり安倍総理の この7年8ヶ月のロシアにかけた思いっていうのは本物だったように、うん、まあ、私はお見受けしてた、うん、しかし なぜ本物かというと、それは まさに今申し上げた日本のこれからの国際的なその北東アジアの立場を強化 していくためにロシアをうまく使っていくと、うん、ロシアの戦略的な価値をうまく使っていくっていう発想が総理には僕はあったんじゃないかなと思うんですね。で、それの次に、やはり総理もお伺いになられたと思うんですけれども、第二次世界大戦に起因する問題で、未解決の問題というのは、日露の平和条約と、それから北朝鮮との国交回復と、これはどの総理もお考えになられたことなんで、当然その平和条約の締結というのもあるし、それからお父様、安倍晋太郎と、それからゴルバチョフとの、まあ、本当に胸を打つ、ペレストロイカの、その最初の頃の友情物語があったわけで、でまあ、そういう背景のもとで、しかし半端でなく、たくさんのことをやられて、それは経済、それから、安全保障、うん、それで特に経済といっても、極東と、それからシベリアの経済の発展と、うん、それから地方交流から文化交流から、非常に広い範囲のボールを投げて、うん、で、少しずつ日露の距離を縮めていかれたと思うんですね。うんうんうん、それで、それの、なんていうか、みんなが、すべての面がうまくいった最後の結節点、うん、最後の、その一番高みのものとして、平和条約と、うん。で、そこに関してもですね、うん、まあ、報道されているところによれば、2018年、10月のシンガポールの会談で一番難しい領土問題に関して、うん、1956年の日ソ共同宣言でいきましょうと、うん、ということを提案し、プーチンもそれでいいということになったはずなんですね、うん、それは最初からそう言ってましたよね、我々はね、1956年に戻るっていうのは。もうね、まあまあ、その何十年も前から言ってるような話にようやくたどり着いたんですけど、思えばそうなんですけど、うん、でも結局それまでたどり着いていなかった、うん、ものを、ね、そこでたどり着くところまで、まあ、基礎固めをされたと、4頭かを諦めて2頭という、まあ、まあ、そういうふうに言い過ぎると問題が起きるかもしれませんが、分かりませんけど、でも56年共同宣言を基礎とするという意味は、うん、あの時のソ連の立場っていうのは非常にはっきりしてますから、うんうん、つまりそれは2党で国境線を引けと、うん、もう交渉の経緯からしても、うん、条文の書けたもしても、うん、明らかにそうなっているわけで、うん、ですからそれに近いところまで踏み切られたというふうに、普通だと、まあ、そういうふうに、うん、思うわけですね、うん、それで、ところがですね、これが2018年の、うん、10月で、19年、20年と今2年経ったわけです ね、うん、ですね、もちろんコロナはその間入りましたけども全然交渉がうまく進んでないですね、うんうんうん、それでどうしてうまく進んでないかというのが、うん、先ほどの総理のご質問だと思うんですけれども、うん、一つはその米ロ関係が悪い、うん、そうすると、そういう状況の中でロシアの立場に立つとですね、うん、米ロ関係が悪いんであれば、平和条約を結ぶことによって少しでも日本をアメリカが引き離そうという、それは
日本から見ればふざけんなと思う人たくさんいるかもしれませんけれども、うんうん、しかしロシアの言い出しっぺとしては、言い出しねとしては、ある意味で彼らの国益に沿ってるんだと僕も思うんですね、うんうんうん、でこれに対して日本はですね、うん、そのアメリカから引き離そうということをやりすぎたらそこで交渉終わりますよと、うん、はっきり言わなくちゃいけないと思うんですね、うんうん、しかしロシアがそういう考えを持って出てくるのに対して、うん、日本と協力するメリットがどこにあるのか、しかもこれは安全保障上のメリットですよね、うん、つまりお互いに日本はロシアを使い、ロシアは日本を使うという、まあ、大戦略ですよ、うんうん、そういうものがあるんじゃないのっていうことをやっぱり言わなくちゃいかんですよね、うんうん、と僕は思うんですね。で、うん、それが、安全保障上の、うん、今難しい問題になっちゃった、うんうん、ところがもう一つは平和条約の、領土のそのものなんですけども、うんうん、仮に日本が国後島諸島についてもう、やらなくてもいいと、うん、しかし何らかの形は残してほしいけれども、主権に関しては譲ったということをやったときに、うんうん、ロシアにの目の前にですね、うん、歯舞しこたんを日本に渡さなくちゃいけないという義務が出てくるんですね、うん、ロシアにはね、ああ、うん、でこれはですね、あそこで、しこたんに3000人人が住んでますから、その人たちにちゃんと説得しなくちゃいかんという、うん、ゴルバチョフ交渉以来の難しい問題にプーチンは直面しちゃった、うん、でそこでですね、うん、ロシアのナショナリズムがうわーっと吹き出したんですね、うん、吹き出した一部の責任は僕はクレムリンにあると思います、うん、なるほど、でその2つでもって交渉が動かなくなっちゃった、うん、というのが今の状況だと思うんですね。 そこでだから菅政権には、うん、安倍総理はもうこれ以上の案がない、うん、これ以上のアプローチがないように進めてこられたものをうまく引き継いでね、うん、それでさっき申し上げたように菅総理がこれから例えば 4,5 年 やられるということであれば、その中にロシアをちゃんと入れていただいて、まあイメージ的に言うと安倍総理が土台を作って、うん、それで、課題をはっきり出して、うん、できなかった、それを菅総理が引き取って安倍菅というこう、まあ、二連ちゃんというかタンデムです、うん、でもって日ロ関係を日本外交にとって一番使い勝手のいいそういう関係に変えていくと、うんうん、でそれの頂点として平和条約、うん、というのが私の夢ですけども、だけど 今のお話を伺ってね、この3000人住んでるからっていうのは前から分かってる話ですよね、はいはい、で2島ならば返還してもいいという気持ちはロシアの指導者にはあるわけでしょう、あったわけですよね、少なくともと思うんですよ、うん、私、うん、私はそう思うんです。そうですよね、はい、それがだけど具体的な3000人をどう動かすかということぐらいに関してはロシアが責任を持ってやってもらわないと困るんですけどそこでどうぞナショナリズムに言ってください。ナショナリズムが、まあね、出てきた だからでもそのファボマイシコタンに住んでる、シコタンですか、シコタンですね、ファボマイシコタンですね、シコタンに住んでる人たちっていうのはそこで自活できてるんですか。あ、まあ、それはできてるんですね。できてるんですね。それをじゃあサハリンなどに移住させて今まで以上にいい暮らしにするために日本が協力するというようなことだったり、それも一つですし、それからそれでもね、もうここに、うん、自分たちはここにいると、うん、いう可能性もあるわけ。あ、いいじゃないですか。そうだからそういう話をしなくちゃいけないわけですね。その時にいわゆるロシアのナショナリズム、うん、ポピュリズム、うんうん、でも自分たちのこれは占領した島だから、うん、土の一くれも渡さないという議論がブワーッと出たわけですね、うん、今年のうん、去年の初めから、うん、で それは僕はさっき申し上げたようにクレムリンにある程度の責任があると思うんですね、うん、そうだね、でそれは、うん、そういうナショナリズムをかきたてることによってね、うん、交渉をそれ以上進めないと、うんうんうん、いうふうにも使われている面があったかもしれないですね、まあ、そこはあまり詮索しても意味がないと思うんですけど、もう一つお伺いしたいのは、はい、この鳩山一郎の日ソ共同宣言の時には、はい、これはそれこそアメリカがダレスの恫喝というのもあったわけですよね、はいはい、それでこの
4党一括で、4党返せという話でないといかんというようなことで、それで結局、うまくいかないで、あそこの領土問題というのは、また今日に至るって話になったわけですけども、今回のように、また、こういう領土問題が出てくるときに、アメリカがどういうふうに反応してくるかってことはあるんですか、今回は。それともアメリカの役割、アメリカによってこの問題を解決させるということはできないですかね。まあ、米ロがこんなひどい話になった時には逆に無理か。今はですね、今はそのプーチンの方からですね、ある種日米分断、安保条約の力を弱めようという、明らかにそういう議論をしているわけですね。だから、これ以上、そういう議論はさせませんよと。いうことのどっかのボーダーラインは明らかにあるわけですから、それをはっきりさせて、それをアメリカにも納得させるというのが、ただいま現在では残念ですけど、それ以上のことは期待できないと思いますね。米ロ関係が非常にいい時代、例えばエリツィンが出てきて、クリントンが大統領だった時は、クリントンは間に立ってですね、そのエリツィンを動かそうと。いうところまで橋本総理に協力した時代もあったわけです。だけど今はそうじゃないですね。なるほどね。この米ロ関係がこれからこの INF 条約などもなくなっていくと、いうことになると軍拡競争になっていく懸念が大変強いですよね。また一方で米中がこう敵対的になっていけばいくほど、今度は中ロは近づいていくという可能性は、いや可能性というか現実にそうなってきてますよね。あれだけ、欧州とアメリカから叩かれると、ロシアとしては中国の方にしかないですよね。しかないんですわ。孤立主義的な状況になってきて、現実にそういう動き もあるわけですね、そういう状況というのが一体この世界全体の安定というかですね、平和に関してどうなるんですかね。これ米中じゃない、アメリカに対して、中ロが結束を高めていくということは、これはしかし私は全体状況は日本から見れば少なくとも甚だ望ましくないと思うんですよ。ああそうですよね、ええ、ですからその時にロシアをこちらに引きつける一番 の、 議論は、日本ときちっといい関係を結ぶことによって、あなたのつまりロシアの自主性ですね、中国のみじゃないんだという自主性にプラスになるんじゃないですかと、だからあなたも日本を使い、日本もあなたを使うんだと、それが両方の国にとってプラスなんじゃないんですかという大戦略論をきちっとロシア人が分かるようにね、することが非常に僕は必要だと思うんですけど、ちょっとよく分かんないのは、そういう大戦略論を誰がどこでいつロシアに伝えてるかってことがちょっとよく分かりませんね。これはじゃあ東郷さんのこれからの役割大きいなと。私の役割ではないんですけども、でも菅総理がですね、やっぱり菅外交として今言った安倍総理が前半、自分が後半という、もしお考えになるんだったら、そういう戦略論はご自分で組み立てる必要が出てくる時期が来るかもしれないと。それあまり期待を大きくできないかもしれませんが、まあ、安倍さんでもできなかったんです、菅さんでタンデムでいくかどうかと、まあ、それはこれ以上申し上げることはやめておきたいと思います。でもう一つは韓国ですね、韓国も今日韓関係は最悪になってきてしまっていると。で最悪ではないんだね、もっと悪くなるという可能性が高い、すなわち元徴用工の問題で、この大審院でしたか、もう最高裁になるところですが、そこが出てきて、それに、従って、この新日鉄、日本製鉄などが持っている資産を、今度は売却をするという段階になってくると。売却をされたという話になったら、これは日本も当然何らか手を打ってくる、そうなるとということでですね、どんどん悪化しそうな雰囲気なんですが、それを抑えるためのシナリオというものをぜひ東郷さんに作っていただきたいと。いやちょっと今申し上げますけども、一つその前段として申し上げたいのはですね、
戦争が終わってから、今日に至るまで、75年ちょっとですね、日本と韓国との関係は最初ものすごく難しかったですよ、確かに。だから20年もかけて関係正常化、で65年に関係正常化一応して外交関係を結んで、でそれでその後ですね、徐々にですけど日本人はやっぱり植民統治で36年支配したってことがどんなにね、彼らの心に傷を残したかってことを少しずつ学んでったと思うんですね、時間がかかったの、それでだけども確実に学んでいって1990年代は、そういう意味では時効だけ言うと、まずは慰安婦問題について河野談話というのが出て、それからその95年に村山談話が出て、それから98年に小渕金太中の共同声明が出て、それで文化の関する交流が開かれて、でそれは日本の文化が入るよりも韓国の文化が日本に入ってきて、それで日韓共同サッカーの共同開催の後に2003年2004年に冬ソナで、日本人の中に初めてですね、いや韓国っていうのはもうあらゆる面で、つまり経済の面でも政治の民主化の面でも国際外交の面でも、それからこの文化の面でもすごくいい国になったなと、だからこれでまあその日韓の和解が成立するかなという気持ちが出たと思うんですね、最高の時点だったと思う。ところがちょうどこの時にですね、韓国の方では全く逆の反応が出てしまって、それでその2004年にですね、法律が一つできるんですね、これが日程強制化、強制動員被害者真相究明などに関する特別法という、これ真相究明法というんですけど、冬ソナができたその時に特別法ができ、できたわけです、でこの特別法で、その日本帝国 の、 その強圧によって、解決してない問題というものはね、これから法律的に解決しなくちゃいけないと言って、4つ問題を挙げたんです、でそれは慰安婦問題、それからサハリン残留孤児の問題、それから原爆が被爆者の問題、ところがこの3つの問題は図らずもその65年の協定の交渉の中で1回も出てこなかったんですよ、なるほど。なので法律的じゃないですけども人道的に日本は全部解決したんです、ところがもう一つその、徴用工の問題もここに入ってて、徴用工の問題は65年の協定交渉の中でものすごくギリ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 話をして、それでその協定の立て方からしますとね、もうこれで解決済みだと、法的に解決済みだっていうことが、ちょっと反論ができないぐらいのきちっとした協定が できてしまって、でそれを今度はこの法律、私はこの法律に基づいて2012年に大審院の小法廷、それから18年に大審院の大法廷によって法的に日本はやらなくちゃいけないということを、決めちゃったんですね、でこれはまあ前外務省の条約局にいたものとしては、この法律論は飲めない、飲めないので、そこで安倍政権は国際法違反ということをガンガン言って、それでまあそれにいろんな問題が絡んでしまって、先ほどおっしゃられた難しい問題が出てしまって、それでその法律論に基づく向こうの裁判所の決定として新日鉄と、それから三菱重工に対してですね、今の彼らの資産のを強制執行するという問題がもう今年の後半暮れ、あるいは来年の初めに出てくるという非常に難しい問題が、あるわけで、でもその日韓の長い歴史の中から見るとですね、これ以上日韓関係を悪くしちゃいかんと僕も思う、本当に思うんですね、でそれにはだから とにかくこの強制執行が行われないようにね、なんとか知恵を絞って、それで一貫そこで それを強制執行が行われるような知恵を絞ったところから、日韓関係をね、ノーマルな形に戻していかないと、これ以上悪くして しまうと、本当に僕はまずいと思うんですよ。その、で今の、
日本人の全般的な雰囲気は韓国に対して非常に悪いですから、うん、雰囲気悪いですよ、うん、どうですか、うん、そうそうね、若い方もないですよ、ね、それででもね、外交っていうのは家を建てるのはものすごい努力がかかるわけですよね、うんうん、壊すのは一瞬でできるんです、うん、だからやっぱり壊しちゃいかん部分っていうのがあるので、うんうん、韓国に対してもましてや重要な隣国じゃないですか。そうですよね。それで日本外交がね、うん、今力をつけるためには、うん、韓国とのその提携しなくちゃいけない部分がたくさんあるわけです、うんうん、もう一つ北朝鮮の問題あるわけですよ、うんうんうん、北朝鮮と日本がこれから何らかの形でやっていこうと思うんだったら、ね、少なくとも韓国に妨害させないだけの、まあ、普通の関係を戻さなくちゃ、戦略的に、うん、全然別の方向を向くじゃないですか、うん、と思うので、うん、まあいくつかの何か論理的な構成を取れば私は何、うん、ていうか対応するを考えることは可能じゃないかと思うんですけど、うんうん、いやこの間も実はこの議論をここでしたことはあるんですけれども、その中で出てきてる話はですね、はい、例えばこの資産を売却をすると、売却する資産を韓国政府が買ったらどうかと。あ、なるほど。そして韓国政府が買って、うん、そしてそれでその分また、うん、新日鉄にそれをそのまま渡せばいいじゃないかということで、そういう解決のやり方があるんじゃないか。すなわち大震災で、出て売却をしろって言ったらしてざるを得ないと、ええ、でしたものをじゃあどうするかということで、興味深いです ね、 ね、この、ええ、あるいは韓国政府が無理ならば、ええ、日韓で何らかの部隊を作って、はい、そこで買って戻せばいいとかですね、はい、なるほど、そういうやり方があるのではないかと言ってましたが、何かそういうことをやらない限り、うん、どんどんこの本当に売却させてしまったら、はいはい、えらいことになるなという気がするんで、ぜひそういった問題に関して、この外務省としても知恵出していただきたいなと思いますよね。そのためには外務省の先輩としての東郷さんのお知恵、もういろんなお知恵を今日もいろいろとお話しいただいたんですけれども、うん、この解決、この韓国ともっと仲良くしないと、私なんかもそれこそいろんな韓流、うん、ドラマを見ましたよ、うん、でやっぱりこの何か感覚的に通じるものってのはありますよね、うん、富裕層だけでもなくてですね、うん、ですから韓国ともっともっとよりを戻していく工夫っていうのをやはり政治的にやらないと、嫌韓感情が、まあ嫌中もそうですけれども、うん、今非常に日本の中で強いですよね。この日本の中、日本が世界の中で一番中国に対して嫌いだっていう人たちが多いみたいな気もするし、うん、韓国に対してもそうじゃないでしょうかね、うん、ですからこの隣国同士がこんな状況で、日本がある意味で尊敬される国になり得ないと思うんですよね、うんうん、そこはぜひお知恵をですね、うんうん、この先輩として、まあ私この話がね、こう非常に難しくなってしまったのは、さっきの慰安婦とそれから在留、そのサハリン在留韓国人と、それから原爆の話は、さっき言ったその特別法ですね、でこれは法的に解決しないと言っているにもかかわらず、法律問題に入らないでね、それで人道問題として日本政府はちゃんと手当てをしたわけですよね、うん、はい、でこの話が法律問題としてこれだけ出てきてしまっているのは、さっき申し上げたその1965年の、協定ですね、その1965年の協定の中にあまりにもはっきり書いてあるんで、うん、これを法的に未解決だという形でガンガンやられると、うん、これは日本はもう飲めない、うん、で他方ですね、大法院の判決が出てしまってるんで、うん、ムン・ジェイン大統領としてね、判決が、うん、は無視すると、うん、それはまあできないでしょ、できないと僕も思うんですね、うんうん、そうするとまず両方の政府がですね、うんうん、日本政府の方は、うん、大法院判決を法的なものとして認めることはできない、うん、で韓国政府の方はね、この、うん、
判決を無視することはできない、韓国政府というか、うん、の大統領としてはですね、うんうん、という点についてお互いに理解すると、うん、理解するっていう 理解ですよね、うんうんうん、理解っていうことはすごく重要だと思うんで、うんうん、それ以上でもそれ以下でもない、うん、という両方の政府の目つきがね、うん、柔らかくなると、うん、そうすると僕はいろんな知恵を出す余地があるんじゃないかと、うんうん、それで出す余地がある一番の大きな理由はこの裁判というのは、うん、民事裁判なんですね、うんうん、日本政府も韓国政府も出てこない、うんうん、韓国の当事者が日本の民間企業を訴えてると、うん、そうすると民事裁判ですから原告と被告の間に和解が成立すれば、うん、そこで終わるんですよね、うんうん、そうするとその和解を成立させる方法というのはあるんじゃないかと、うん、で それが今さっきおっしゃられたような点も含めてですね、うんうんうん、なんか一つの基金を作ってね、うんうん、その基金に、うん、まあ何らかの形で、韓国政府、うん、それからその何らかの形で日本の企業、うん、企業入ったね、そういうものも入った一つの、うん、なんていうか、うん、システムを作って、うん、それによって解決に持っていくっていう方法が可能じゃないかと。で、これに割と近い案を、うんうん、去年の11月28日に、うん、韓国のムン・ヒさんという国会議長ですね。議長ね。が案を出した。で、これはまたいろんな経緯があって、彼は彼なりの。叩かれたでしょ、はい。叩かれましたよね。叩かれたんだ。ね、韓国の国内で叩かれてボコボコになっちゃったんですが、うん、ですが、うん、いろいろ韓国の人と話をしていると、あの案の中にあるいくつかの考え方と、うん、それから今私が申し上げたような、案の中にあるいくつかの考え方をですね、その両方の政府の目つきが悪くなければ、うん、なんか考えている余地はあるんじゃないかなという、うん、そういうその人たちは数は少ないかもしれませんけれども、うんうん、決していないわけじゃないというのが私の印象ですね。ムン・ヒさん議長と去年私も昼食を共にしたことあるんですけど、はい、その時にもこの問題を解決したいということで、大変ご自身のね、立場がいろいろありながら、はいはいはい、まあ、相当な配慮することをおっしゃったなと思ってたんですけど、今日本と中国のリーダーというか国民同士が理解をするというのは大変大事だとおっしゃった、うんうんうん、その通りで、はいはいはい、私は、まあ、相互理解、相互尊重、相互扶助というのが友愛精神で、だから今こういう時こそ友愛精神、友愛というものをお互いに持って行動すれば答えが出てくるんじゃないかというふうに感じた次第なんです。一つだけ実は自慢話でもないんですけれども、私がある意味で日韓関係を最初に、携わったのがですね、あれ先役時代だったと思うんですけれども、サハリン残留韓国朝鮮人問題、はいはいはい、先ほどね、この4つの中の1つ入ってる、はいはい、サハリン残留韓国朝鮮人問題、原文米先生が会長で、私がその下で事務局の次長みたいなことをやらせてもらって、実際にテグに行って、まあ、会長が行くわけいかんから私どもが行って、戦国さんなんかもらえたんですけど、そこでもう泣き女みたいな感じの方がわーっと言ってこられて、相当いろいろやられたんですけれども、その後の養老院を韓国の中に作るというようなことで最終的に落としどころを見つけて、うん、今はこの問題そういう意味では解決したと言って良いですよね。ですからその方向に向けて、うんうん、この少しでもお手伝いができたことは私にとっては人生の中で大変有意義だったなというふうに今お話を伺って感じたんですけど、その元徴用工の問題も今お話しあったような何らかの形でお互いを理解して立てて、そしてその中で うまくこの解決の案を探せば見つかりますよね。見つかると思うんですよ。それをやろうとするかしないかという意思の問題だと思うんで、そこはぜひやっていただきたいなと思います。さて、もう時間がもうなくなってしまいましたというか、だいぶ超過をしたように思っておりますが、最後に、聞いておられた方々に、東郷さんから一言何かございましたらお話をいただければと思います。
まあ、一言ということで、さっき申し上げたことなんですけども、はい、まあ、私、外務省でずっと仕事をしており、うん、それから外務省を辞めてからも国際政治の分野に携わってきて、外交というものはですね、さっき申し上げたように、作り上げるということには ものすごい手間暇がかかるんですね。でそのことによって、少しこう世の中が変わり、こう見方が変わる、そうすると新しいベースができて、そこからまた 次の見方をすると、そういう、まあ、願わくは建設的なボールがこう雪だるまが広がる、これが外交のエッセンスだと思うんです。それ でそれをやっていくためには、やっぱり自分の意見を言うと、そうすると言うってことは相手の意見を聞くと、だから言うことと聞くことは一緒なんですね、そのことによってそういうものができてくる、他方壊すというやつはこちらから一方的に言えば壊れるんで、で一度壊れてしまうと本当に大変なんですね。だからそういう、特に異文化ですから、国内だとですね、同じ文化で、まあ、やればどうなるかってことすぐ分かるんだけど、異文化だと何が起きるか分からないわけです。だからやっぱりそういうこう賢さっていうか慎重さを国民的にですね、持って、特に今日本が嫌いなところ、韓国、中国、そういうところに対して今のような視点というのを持っていただければと思います。なるほど。というまとめの言葉もいただきましたので、今日の、363回目の UI チャンネルをこれにて閉じさせていただきたいと思います。東郷和彦さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。